諏訪湖とその周囲を囲む諏訪盆地。円形は松本盆地。諏訪盆地の地形図。地高湖諏訪湖と諏訪盆地。諏訪盆地は長野県中部の盆地。時計などの精密機械工業が発達し、東洋のスイスとの別名も持つ。諏訪盆地の標高は750メートルから900メートル。日本の盆地の中でも高所の一つにあたる。 約150万から120万年前からの糸井川静岡構造線団総体の左横ずれ運動によって形成されたプルアパート盆地とされており、現在もその活動は続いていると考えられている。岡谷市、諏訪市、千野市及び諏訪郡の地域に相当し、盆地の中央に諏訪湖がある。周辺には八ヶ岳など数多くの山々に囲まれている。 国道20号、JR 中央本線、中央自動車道、長野自動車道が地域を通過し、東京方面、名古屋方面、長野、北陸方面の3方面へ交通の便は良い。明治時代、国の布告強兵政策の主要産業であった、製紙業で栄えた。諏訪湖など水が豊富であったためと思われる。戦時中は、それまでに捨てれてしまっていた、製紙業の倉庫などに、 都会から疎開してきた軍事工場が多く入居した。戦後多くの軍事工場は出ていったが、いくつかの工場が残り精密機械産業が発展している。その背景に、スワボンチの空気は湿気の少なく綺麗な空気であることから、精密機械を製造する場所に向いていることや、原料、製品が小型かつ、 軽量のため、交通の不便な中央高地でも輸送が容易にできることなどが挙げられる。ありがとうございます。